アンダー TV。 レムミキです。小賀智子です。もう何回も、うん、アンダー TV をやってるんですけれども、うん、毎回毎回はい、いろんなことをやっていこうと思って、うんうん、考えて、はい、意外と大変なんですよね。ね、うん、楽しいけど、うん、ね、皆さんにどうやってお届けするのが、ね、喜んでいただけるかなとか、分かっていただけるかなとか ね、いろいろね、それで見てもらう回数もね増やしたいと思ってるんですけど、なかなか炎上するようなこともできず、そうそう、はいはい、なので普通に、うん、話していますけれども、はい、で、いろんな方からね、メッセージが最近、うん、そうそう、分かるようになって、来てるよとか言われて。そうですよね。うん、何も知らないので、うん、再生回数だけ見てると、まあ、うん、だんだんに、一時期上がったんですけど、また少なくなったりもしてるので、まあ、1万とか行くとすごくわーとか思うんですけど、ね、なかなか行かずに、もう3年やってるんですよね。ね。ミキさんあれでしょ、YouTuber になるんだとか、そうそうそう、なんかこの間おっしゃってましたもんね。そうそうそう、ユーチューバーになる。でも、なってらっしゃるんですけどね。はい、いやいや、配信してるってことはね。ユーチューバーなんですけど、ユーチューブで稼げるぐらい慣れたら楽しいとか思ったんですけど、うん、またそこ行くのは、うん、このコロナで人が増えましたからね、ユーチューブやってる人が。そうですよね。だから見る人がやっぱし、選ぶでしょ。芸能人だけじゃなくて、一般の方もなんか面白い動画出したりとか、うん、あと動物も、うん、なんかね、うん、お家に飼ってるペットをアップしたりとか、いろいろされてて。そう、昨日かな、なんか料理の、うん、なんだっけ、お金いくらでって、お料理屋さんで食べてお金いくらって決めるやつあるじゃないですか。うん、そこに YouTuber の人が出てきてましたから、知らないんですよ。で、名前も、ね、全然聞いてなかったんですけど。でも、そこに出てくるくらい有名な YouTuber の人なんだと思う。うん、普通の、普通の子。あ、うん、すごい。なの。だから、どんなことやってんだかわかんないけど、うん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 、ちょっと過激なことをやってるみたいなことを言ってるから、ちょっと過激なことは嫌だなと。ね、できないですもんね、性格的に。いるんですよね。うんうん、だから、そういうんでは、まあ、淡々と、好きなことを見ていただくとか、はい、昔、私たちは、私は歌手というのを、はい、ジャンルで出てきてるので、うんうん、昔のそういう芸能界の人たちって私生活をあんまり見せない。あ、見せちゃいけない時代だったんですよね。そうですよね。見せなかったですね。確かにそう。だから、うんうん、おトイレ行ってないとか、そういう時代をちょっとだけ言います、うん、私。おトイレ行ってない時代ね。それで。だから、だから、なんかこうイベントとか、あとおトイレ行きたくなると、どうしようおトイレ行きたいんだけどって言うと、うん、ちょっと待ってください、って言って。みんながいるかいないかわーって言って、今ですとか言って、わーって言って、そう、で衣装なんて着てるとやばいので、もう目立ちますよね。そう、なんか黒いのコート着て、わーって言って、下向いてわーって帰ってくるとかね、そういう時代でした。で、それから、やっぱり隣のみおちゃんとかね、うん、隣の女の子が歌手になれちゃうとか、いう時代になって、うん、AKB とかも、それこそもう本当に密着してっていう時代になってくると、ね、私生活が出てくるじゃないですか。うんうんうん、で、私生活が出てくるっていうことがもう当たり前になっていて。うん、でも、昔はね、その、私生活が出てない分ね、うん、お家の住所とかね、明星とか平凡に出てたんですよ。え、住所出ちゃうの？それ、そんな個人情報？プロフィールがあるじゃないですか。そこに、住所出てて。そうなんですか？だから、ね、来るのよ、人は。ちょっと変わった人が来たりするのよ。それで、なんか、来てて、もう、毎日通ってきてて、で、うちの母が対応してて、それで、お茶だ、なんか、そこにずっといるからお茶出してあげてっていうのがあったりとかは知ってましたよ。だから、それが今度、どんどんこう、ストーカーっぽくなってきちゃったりとかするから、まずいってなって、で、住所も今は出さないんですけど、でも、追っかけして、住所分かったりとかね。タクシーで追っかけてね、つい止めちゃったりとかっていろいろね、ありますけど。昔の方が、なんか、うん、平気でしたね。その、プライベートが出さない割にはプライベートがみんな守られてないというか。そう。で、隣で来て、結局見ているわけだから、その近所に来てね、住所がわかるから。今わかんないから、で、なんか点々とね、住所変えなくちゃいけないとかあるじゃないですか。だから、なんか、なんなんでしょうね、時代。すごいね、時代ってすごいですね、そう思うとね。だから、もう、何、今、私なんか、結婚したての頃なんて結婚を隠しときたいぐらいなさ、ことありましたからね。そう
うん、だから知ってるからあれだけれども、知らなかったらあのまま結婚しててわからないみたいになるじゃん。そうすると家のことは何もしてないんじゃないかとか、お掃除もお食事も作ってないんじゃないかとか、でも意外とやっていたりするでしょ、普通の。普通の人だからね、その芸能人と言ってもね。まあ、ね、そうですよね。家庭に入ったら普通の人だから、はい、外行くから、きらびやかにしてるだけで、そうすると、それがなければ家庭は維持できてかなかったりするじゃない、はい、で、そういうのがあって、で、お料理作ったりとか。はい、でも、そんなのは別に外に言わない。お料理してますとかって言わないですよね。もう中のことは秘めて。うん、だから、そういうんでは、今、最近こうやって私なんかもお料理こんなの作ってますとかいうのは、平均になってきましたね。自分のことを出すのがね。なるほどね。だからね、どうなんでしょう、今はもう本当に自分のあれを出してって、いろんな自分の持ってる、あの考え方とか能力とかっていうのを出すと、またそれが面白いと思ってくれたりしますからね。だからもう歌手は歌手、俳優さんは俳優さんの時代があったけど、みんななんかいろんなあのこう検定じゃない持ってたりするじゃないですか、そういう。そうですね。ね、はい、なんかソムリエになっちゃってる人もいるし、はい、みたいなね、そういうなんか自分の自由に、はい、これだけじゃなくてこういうことをしていこうっていう、もう二足も三足もね、ブラジル入っていろんなことチャレンジするっていうのが多いですもんね。でも今はね、私のこの年になと思うと、あ、それは素晴らしいと思う。若いうち時しかできないことがたくさんあるので、それをやってきて今だったらもっと私なんかいろんなことができたかもしれないと。まだそれが、ね、やらない時代だったので、免許証取るのが手一杯でしたね。免許証も持ってる人少なかったかもしれない。その当時、だから免許証を取りに行って、勉強して。芸能界に入ってて、それ例えばアイドルしながらとか、芸能活動しながら免許取るっていう。だから、運転しなくてもいいわけだからね。まあね。確かに。不自由はないですよね。だからそういう意味ではね。なんか私たちの時代とどんどん合わせてきて、はい、でもこの時代にやっぱり馴染んでいかないといけないっていうのもそうですよね、でこうやってるのは私は楽しいし、はい、分かってほしいっていうのも、こういうことができるんだよとかね、こんな美味しいものあるよとか ね、そういうのがあるのでね、クリスマスのことを含め、はい、まだまだやっていきたいと思います。はい、ということで今日は、今日は大根、もう大根シリーズ定番になってきました。大根大好き。美味しいですね。改めて美味しいなと思います。これから寒くなるので、鍋、大根の鍋みたいな。いいですね。淡い雪っていうのかな、大根おろしを、鍋に入れる。おろしちゃう。はい。おろして、それをお鍋の、お鍋の何汁に大根に入れて。はい。で、もうただ、あとはお餅を、焼いて、で、まあ、油があった方がいいので、フライパンでこう、はい、柔らかくして、焼いたお餅をそれに入れて食べるだけ。食べるだけ。だからそこに出汁が入ってる。大根出汁です。なので、それを、作ってみたいと思います。はい。じゃあ早速作りまーす。ここにお鍋があります。電気の鍋です。ちょっとね、もう、一応、大根おろし。すって。すって。ちょっと味付けしたいお出汁が入ってる。これがまた、ちょっと。和風出汁ですか？和風出汁。私ね、おでんの出汁にしました。なるほど。おでんの出汁だといろんな入ってる。かつお節もいろいろ入ってるし。和風出汁と昆布とかなんか、かわいちゃんのおでんだと、おでんを煮るやつなので、いいかなと思って。まあ、大根も入ってるしね。で、これ、ちょっと入れたので、また、味見は、時にもうちょっと、お醤油と、これだけで。お出汁と。はい。はい、してみたいと思います。じゃあこれから、お餅を、はい。フライパンで、柔らかくします。はい。焼いていきまーす。丸餅にしようと思ったけど、ああ、はいはい。これはもうスーパーに売ってる、はい。袋に入ってるタイプのお餅でいいんですよね。もう油も普通の油で、オリーブオイル。オリーブオイルで、はい。私もオリーブオイルしか使わない。体にいいですもんね。いっぱい入れすぎ？あ、いや、全部ひっついちゃうかな。どうかな？いや、わかんないですけど。ひっついちゃうかな？
もう、まあ、ずっと待ってますずっと待ってます。喋ってた方がいい、ね、うん、どっちでもいいですよ。これで、あのオリーブオイルで焼きます。火が全部その間に、あれを大根おろしの出汁を焼けるまで、はい、じゃあこれで焼きます。はい、あの弱火で焼いておきましょうか、ね、はい、何、ね、大根も、大根餅、大根のおろし餅、おろし餅、うん、鍋ができました。はい、うん、入れたんですこの中に大根、あ、お餅を焼いて、はい、炒めたやつをね、ほら。大根おろしと、うん、おでんの素の、うん、でちょっと煮込んだんです、ね。お醤油が入ってます。はい。はい、でこの中に。でも焼いたお餅をこの中に入れて、うん、そう、はい。ちょっと彩りに私は卵の煮たやつを。煮卵？煮卵。ああ、美味しいかもですね。入れました。ということで、はい、どうぞ。じゃあ。いただきます。いただきます。ちょっと煮るとあのお餅がすごい伸びるから美味しそう。じゃあ伸びています。煮卵を1つ入れます。飛んだ飛んだ、大丈夫いただきます。いただきます。あのオリーブオイルで炒めてるので、はい、ちょっと油が入ってる。うん。そうじゃなかったら、これに本当は、あの、あれを、何でしたっけ、揚げかすとか入れると、はいはいはい、はい。でもちょっとしつこくなっちゃうので、あ、これが、揚げかす、皮が揚げかす状態になりますよね。もうお餅がそうですよね。油で焼いてるので、うん、その油もいい味になってる。あの、こんな感じでちょっと、あの、うん、かなりあの大根が多いんですけど、はい、うんうん、これもうちょっと鍋状態にするなら、うん、もっと汁が多くなる。うん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 、おいしい。あのめちゃめちゃおいしい。お餅つきの時に、うん、大根餅、大根おろしを食べる、うんうん、おろし餅ね、うん、こう生のね、うんうんうん、あれもおいしいですよね。そう、うん、うんうん、でもこっちの方が美味しい。あの火が通ってる方がなんか、うんうん、私この柔らかくこのあれが大好きで、あ、お鍋に最後お餅入れるじゃないですか、うん、あれがもうすごい好きですね。とろっとね、うん、最後にお餅っていうのはもうなんか欠かせないし、うんうんうん、これたまたまあの卵は、はい、煮卵を見つけたんですよね。煮卵ね、うん、煮卵も、あ、そうかも、うん、おでんなんかは、うんうん、確かに入ってるから、お出汁とは相性がいいですしね。うんうんうん、だ今回に本当は卵入れてもいいですけど、うんうんうん、ね、そうじゃなくて、うん、煮卵も美味しい。何にもないと食べかなと思う。やっぱこの大根おろしとお出汁のこの組み合わせのベースがやっぱり美味しいですもんね。うんうん、大根ってすごいですね。本当に、うん、何にでも変えられるというか、うん、転身するし、甘くはなんないですかね。うん、砂糖を入れたらどうなるでしょうね。え、大根を？わかんない。大根の甘いのってあるのかな。うん、甘辛はあったけど。あ、甘辛は ね、そうですよね。甘辛っていうのはね、うんうん、あれね、ありますよね。で最近あの私ちょっといろんなあの、うん、カルディとか、うん、業務用スーパーとかそういうの好きでちょこちょこ行くじゃないですか、はい、そこだけのものっていうのが、うん、あのなんかネットかなんか出てきて、うーん、美味しいとか言う、はい、でカルディもだからこの前もちょっとカルディぐるっと回って面白いのを見つけたりとかして、うん、またそれで何かを作りたいなと思ってます。本当ですね。あのお餅はもうこれから寒くなったら、はい、あのいろんな食べ方ができると思うんですよね、うんうんうん、で大根はもうジアスターゼで体にすごくいいので、ね、あの食べれない時でも、うん、あのいいですよね。そのそうですね、うん、なので、大根おろしは、うん、であのもしあれだったら大根おろしは、うん、私これ機械でやりました。あの
あのフードプロセッサーみたいなのでやりました。じゃないと、うん、こんだけ作るの大変なんですよ。これは結構腕がパンパンになりそうです、うん、でそれで作っておいて、うん、冷凍にしておいたらいいので冷凍にしておいて、だから煮ておいて冷凍でもいいですけどね、うん、このもうこの状態で味付けにして冷凍にしといたら、うんうん、もうそのまま出して一人分のこれにしといたら、お餅焼いてペッとかけたらそれいいかも、いいかもね、うんうん、もう手抜きでね、いや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 、うん、お子さんがの帰ってお昼とかね、うんうん、なんかそういうの簡単にそうですね、お餅焼いてってやつ、なんか一人分ずつちゃんと袋にしておけばいい、そうそうそう、いいかもしれないですね。なので、はい、今週はこんな感じで、うんうん、大根の、はい、おもて、焼き餅鍋、うん、なんか、うんうん、作ってあったかい、ちょっと何かあったかくなりましたけど ね、 本当ですね、はい、なのでまた次週も、うん、なんか美味しいあの食べ物が思いついたら、うん、キッチンスタジオからお送りします。お待ちしてます、はい、じゃあまた来週、はい、じゃあねー。